タウンホール11そんなんであげれんの？え、やばくない？短っ。はい、どうも皆さん、こんにちは。今回も元気にやっていきましょう。ムクキンドーカラガジュニーのーケツケジキュークのーケースケです。ポン！ということでね、2021年の12月31日からね、タウンホール1からの育成を始めて1年間で、どこまでね、無課金で育つのかってね、検証するこちらの企画ですね。はい、7月1日にね、無課金赤タウンホール10になりまして、中上がり手ですね。で、育成状況というのは、キャンプ上げ終えて闇兵舎2個目工事してて、闇呪文工場工事してるみたいな感じですね。主要施設のね、主要の軍事施設はね、上がってるっていう感じとなっております。はい。そしてね、無課金赤とね、同時にですね、育成を始めて、育成してね、ゴールドパス赤ですね、ゴールドパスを購入して育成している、こちらのアカウントなんですけども、こちらのね、アカウントね、はい、こちら、ドゥ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 ン、はい、ちょっとわかりますね、ちょっとわかりやすくこっちにしましょう。さっきと同じ配信ですけど、はい、こちらね、もうね、トラップと罠と資源施設以外の防衛施設とか、施設、完走いたしました。ヒーローはね、まだに育成中なんですけど、ヒーローもだいぶ育ちましたね。33、35ぐらいで、もうあとね、ほんとね、トラップと資源施設だけで施設は、もう壁も塗り終わっちゃって、資源あまり散らかしたでしょ。で、あとは研究だけですかね。なので、4月5日に、こちらのね、ゴールドパスアーカータウンホール10になって、4、5日前に、施設ね、フルカンストしたんで、約3ヶ月ほどで、あのね、今タウンホール10ね、施設完走できるんですよ。でね、俺ね、4月末から6月あたりまで忙しくて、全然資源狩りできてなかったんですよ。全然資源狩りできてなくて、大工さん5人ね、なんかこう、工事せずにこう、余っちゃったり、暇してるってかっていうのがあったんで、あのね、もっとうまく、効率よく、で、かつちゃんと資源狩りとかもできていれば、多分今ね、2ヶ月半で、施設完走くらいまでね、できるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。なので、2ヶ月半ぐらいでダウンホール中ね、カンストできたんじゃないかなってこと。ほんと悔しいんですけども、今回もですね、ちょっとね、無課金やか、ゴールドパスアカとかの方で、ね、ダク売りの方ね、稼いでいこうと思います。なので、クラクラ動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいますので、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間見てに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とかも出していきますんで、最新情報一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、無課金度をやっていきましょう。レッツゴー。はい、もうね、ダク入りだけなんで、ダク入り化石ね、やる前に、今の育成状況ね、ちょっとね、もう一回だけお見せしていきます。資源施設が、あとね、結構残ってますね。金山とかも、あげなきゃいけないんで、ここら辺の着工と、あとはトラップか、トラップとかもね、あげていかなきゃいけないっていうことなんで、おそらくあと2週間ほどで、10フルカンストぐらいにはなりますかね。あとはね、ヒーローが残っているっていう感じです。で、あとは研究ですね。研究もね、今ヘイスト上げているんですけども、あとはね、スケートの呪文2段階ぐらい、あとガーゴイル全然上げてなかったんで、ガゴも上げて、で、バルキーレベル1なんですよ、まだ。ちょっと資源余っちゃって早上げしちゃってたんで。バルキリが残ってるぐらいなんで、こっちの方も研究、あと、これももうあと2週間ぐらいか、研究ポーション使っちゃえば、あと1週間ぐらいで終わっちゃいそうだなっていう、そんな感じになってますね。じゃあね、ダクエリ稼ぎながら雑談するんですけど、皆さん、YouTube でさ、最近さ、クラクラの広告流れてきたことある人、どれぐらいいます？俺ね、最近ちょいちょいね、流れてくるんですよ。クラクラの動画見てるから、クラクラの広告流れんのかな。でね、今までの広告とね、違うのが、最近だったらスキンのさ、広告とか流れてきたりとかしてたんですけども、最近ね、クラクラの広告で流れてくるのが、10年前のクラクラと思うなよ、みたいな広告が流れてくるんですよ。見たことある人いたら、コメント欄で、私もね、見ましたってね、ぜひぜひね、ご報告の、よろしくお願いいたします。10年前のクラクラと思うなって、マジでね、今までと違った広告がね、流れてきたりとかしてて、ちょっとね、プロポーションに少しね、力入れてきてくれてるのかなーっていうのがね、気になってますね。ただ確かに、10年前と比べて全然村、めちゃくちゃ育ちやすくなってますからね。もう本当にね、多分ね、ゴールパスなんかね、年内にタウンホール中にワンチャンいけるんじゃねえかなと思ったんで、ちょっとね、気合い入れてね、今ね、資源狩りやってます。
あとね、広告で俺気になってるのが Google Pixel 6でしたっけ。あのさ、なんか山でさ、ウェディングなんかカップルのさ、こう写真を撮って、で女性がさ、ウェディングドレス着てるじゃないですか。その後ろをさ、こうなんだろう、あのふわっとなんかこうウェディングドレスな、なんていうんだっけ、あのなんかスカートとかふわってこう持ち上げる人とかがいてね、でその瞬間写真を撮って、でその後ろのこうふわって持ち上げた人の部分だけ消すみたいな CM 流れてるんですか。あれ本当にあんな感じで消せるんですか。俺それすごいめちゃくちゃ気になってて、本当に消せんの、そんなね簡単な操作なのかな、わかんないですけど、ワンタッチとかでさ消せてね、背景とこうね、こうなんかすり合わせてるのかなって気になってるんで、Google Pixel 買われてる方、本当にあんな風に消せるのかっていうのをね、ちょっとね、コメントで教えてください。あれほんと気になるんすよね、マジで。はい、あとね、この村いいから、攻めていこう。あとね、CM の広告の話ばっかりになっちゃうんですけど、AGC、CM のさ、広告の AGC の CM の広瀬すず、マジで可愛くないですか。俺ね、テレビしばらく見てなかったから、初めて見た時に広瀬すずって気づかなくて、あ、この CM いいな、あ、この女優さん、可愛いなと思って調べたらね、広瀬すずって出てきて、あ、広瀬すずだったの、あれ雰囲気変わったな。まあ、そりゃ、可愛いわって。思いましたね。ま、知らない方はね、ぜひ AGC、アルファベットで AGC って調べてください。あ、じゃあ今ちょっと流しますか。あ、いや、ダメだ。著作権とかそういうのに引っかかるから流せねえか。流せないし、今クラクラ、プレイ中だからちょっと流せないんで。あ、じゃあその CM の歌、歌いますわ。ね、スイスイ水素は次世代エナジー、素材で頑張る AGC。この広告。この広告。好きで、何回か見てたらね、もうちょっと覚えちゃいましたね。この CM ね、皆さんね、結構耳にしたことはあると思うんで、ぜひね、AGC で検索、してみてください。さあ、まだ、もう、ダクリ、タンク壊してほとんど抜けたんで、OK。まあ、こんなもんですかね、今日は。はい、じゃあ、ダクリ稼ぎね、ある程度終えたんですけど、あ、そうだ、去年、2年連続ね、クラカ世界選手権世界2位のね、日本クラン、クイーンウォーカーズのリーダー、ユタもね、今年の1月の11日とか10日あたりにね、同じくタウンホール1からね、育成始めたっていうアカウントあるんですけど、どこまで育ってんだろう。あ、結構育てんな。確かね、タウンホール9フルカンストさせて、で、から上げたっていうね、戦略的に早上げとかではしてない、みたいなで、ちょっと、まあ、俺よりかは遅れてるけど、まあ、ただ、まあ、ちゃんと育ってるし、あちくいもう40なの。早くね、ユタ。ヒーローアーキ早くね。キングは、あ、キングはまだ32。いや、でも、ヒーローアーキ早くない、もう40なの。やばいな。で、インフィがもうレベル3でしょ、キャンパーはもう240枠あるから。あー、弊社とかもちゃんと育ってて。あ、もう結構だいぶ育ってんの、ユタ。あ、ただ研究サボってる。あ、研究サボってる。あとはね、漫画家のね、今野健吾さん、宇野花しゅうねちゃんですね。しゅうねちゃん、どこまで育ってんだろう。しゅうねちゃんもね、ユタと同じ時期にね、初めてね、ユタの企画で、ね、一緒に始めてたんですけど、しゅうねちゃんは、しゅうねちゃんも40。早くねえか。キングは、あ、キング33で、今34に上げてるの。早くねえ、みんな。俺、あちくいまだ35とかよ。早くねえか。一応、ユタもしゅうねさんも、確かね、ゴールドパス買ってるって言ったんで、シュネさん買ってるって言ったけど、ユタはどうなんだろう、わかんないけど、早いな。で、あと大工さんは何工事してる。あー、まあ、まあ、トラップとか上げてんのね。トラップ、あ、バネトラップ上げてんのね。バネトラップ上げて、スキルトントラップ上げて、で、あとは、あー、大砲も上げてるっていう感じ。あ、結構、シュネさんも、なんか6月か5月末あたりにジュニア上げたって言ってたんですけど、結構育ってんな。で、シュネさんユニットは、あ、ユニットも一応ゴーレムとかラバー上げて。あ、ボール上げてない。あ、ネクロ上げてない。この間ゴレネクロ教えたのに。シュネさん、シュネちゃん。シュネちゃんちょっとネクロ上げないと。シュネちゃんネクロマス上げてんのかな、今。ちょっと、シュネちゃんゴレネクロせっかくこの間教えたんだから。シュネちゃんネクロ上げましょう。はい。ということで、今回はですね、無課金と、まあ、無課金赤の方は、ちょっとね、省いたんですけど、今回は、ゴールドパス赤の方がですね、もうね、3ヶ月ほどでね、施設フルカンストしてしまったよっていう動画、お送りしていきました。いやー、もう、タウンホール11がね、もう見えてきてますんで、何日くらいかかるんだろう、タウンホール11に上げるのに。今3日で上げれんの、タウンホール11に。3日と9時間。あ、ゴールドパスあるからか。ゴールドパスの 15% あるから。
3日と9時間になってっけ。え、タウンホール11そんなんであげれんの。え、やばくない。短っ。はい、ちょっとタウンホール11あげれんのにびっくりしたんですけども、まあね、あともうちょっとしたらね、タウンホール11に、あげるね、動画とかも出していくと思いますんで、ぜひぜひね、皆さん楽しみにしていてください。はい、ということで、コーヒークラッカー動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましょう。ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白いためにやったらって思ってくれたら、コメント、あと YouTube クラブにいるのをやる、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